二人三脚の練習に付き合ってちょうだい。ペルシアより。二人三脚、確か二人の足を結び肩を組んで走るやつだっけ。肩と肩、足と足を触れ合って、肩と肩、足と足。うるせえ！スタート！1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。お前ら、だってトモ、いくらなんでも密着しすぎだしね。え、トカツキさん。あ、しょうがないだろ、二人三脚なんだから。うわー、幸せだね、ともはるくん。えっちね。バカ言ってないで結ぶわよ。おう。ペルシアがこんなそばに。やばい、心臓が持たねえ。なんだ、何？いや、ちょっと邪気を追い払ってただけ。私こっちよ。えっちね。1、2、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 
今日はここまでにしましょうか。管理人さんの体力すごい。明日は朝5時から練習です。意外と体育会系。エッチね。あの伊勢さん。ごめんその、平気です。でも触るときは一言言ってからにしてください。一言言えば OK なんですか。エッチね。さあまずは横一点、最初に抜け出すのはどの組か。バカらしいね。おっと、注目の B 組が早くも他のクラスを置き去りにしてガンガンスピードを伸ばしている。何？あ、いや、その別に。えユキ、お前この方が抵抗がない。エッチね。よーい。できた。 ありがとう、カンナさん。次は肩を組むわよ。はい、次の組。ほら、最高は順番。オッケー。エッチね。やっぱりアカネが一番だ。お前は最高のパートナーだ。今度ばかりは嫌というほど分かったよ。そんな、お前みたいな色気のねえ女と組むのが一番だぜ。色気がなくて悪かったね。ラマのバカ。エッチね。訴え方をね。はい。ねえ、勝ったらお祝いしよう。二人きりで、ね。位置についてよーい。ゴール。秋田テレハシさんペアぶっちぎりの位置。エッチね。何この気色悪い競技。
そういう歩き方だったの？エッチね。掛け声かけて落ち着いていきましょう。そうやな、ゆっくり。一、二、行くか。うん。